はい、皆さんこんにちは。今日は月曜日です。ここ1週間のアップルに関するニュースや噂についてまとめていきたいと思っています。結構ね、 iPhone、iPad、そして MacBook の話など出ているようですよ。それではいきます。はい、ということでまずは日本時間本日のニュース、マックルーマースブルームバーグがソースとなっています。アップルが16インチの iPad を開発しているってことで、こちらは記者のガーマン氏のニュースレッターで記載されていた内容です。こちら数年後に可能性がある大型の iPad の、開発チームがあるなんてねことで、ただ22年来年に向けて、現在のサイズで再設計が行われているってことで、なんで、そっちに注力してるんですぐではないんじゃないかとしているんですが、来年に向けてはワイヤレス充電やガラスバッグをテスト中ということで、ただこの大型についても最終的にはアプリのウィンドウの柔軟な配置とかマルチタスクが必要なんじゃないかと、このニュースレターではしていたようですけどね。秒画用途に限って言えばね、大きいのは望んでる方もいらっしゃるとは思いますけどね。ただ個人的にはね、この MacBook と iPad の双方が今現在帯に短し、タスキに流しなんで、そのせいで必ず両方持ってかなきゃいけないっていうのの解消を希望し続けています。はい。で、その同じニュースレターなんですけど、こっちは 9to5Mac がピックアップした内容ですね。新しい MacBook Pro は今年中にリリースとしているってことで、5月には夏発売説を唱えていたガーマン氏なんですけども、もし今後数週間でリリースされないとしても、9月まで夏ですよとしたみたいですけどね。で、ただ今アップルが注力してるのは秋の製品ってことで、各 OS とかね、iPhone とか Watch に注目しているそうで、で、エントリーの iPad と、あとは今年後半には MacBook Pro と iPad mini などがありますよとしているみたいなんで、MacBook は10月、11月がちょっと濃厚になってきたんでしょうかね。はい。で、あとはね、私が昨日気づいてあれって思った話なんですけど、これ Apple Store のアプリの一部の製品リストに謎の3回払いのみの表示があるってことで、細かくね、リニューアルは繰り返してるんですけど、どうもね、先週に入って一部の製品リスト、例えば新登場ってやつとかね、このあたりがこのリストの上では3回払いしか価格が表示されなくなってるんですよね。で、この製品をタップして、拡大されてページも出てきますけど、それもね、3回払いが上にあってね、1回払いがその下に書いてあるってことで、なんだかちょっとこれ製品を安く見せる手法なんでしょうけど、リストで1回払いの価格が分かんないっていうのはね、非常に見にくくて仕方がないです。最近タブバーもね、結構ガッと出てきますけど、これも使いにくくてね、これはちょっとどうかなと思ったんで入れさせてもらいました。はい。それでソフトウェアについては、6月24日にデベロッパー向けのベータ2っていうのが、iOS、iPadOS など出たというねことで、で、これはWWDC で案内した内容の中でまだ使えなかったものができるようになったりとか、バグ修正その他が入っているようですね。で、パブリックベータおそらく来月出るんだと思いますけど、それに向かって進んでいる模様ってことで、ウォッチ OS もベータ2が出ているようですね。はい。それで、その iPadOS15 なんですけども、なんかアプリがより多くのラムアクセス可能になるというね話です。6月25日のマックルーマースですけど、で、なんかアップルの開発者向けドキュメントに、アプリにより多くのメモリを開放するっていうねことが記載されたってことで、これまではね5ギガに制限されていて、16ギガの iPad Pro でもね、十分に使えないなんていう苦情が出ていましたけども、それができるようになるらしいですね、15から。で、なんかただ、容量については記載されてないってことで、そしてサポートされてるデバイスと書いてあるんで、できないものもあるみたいですけど、一歩ね前進した感じでしょうかね。レイヤー増やしたい方にとっては朗報ではないかと思います。はい。そしてその iPad 関連ですと、これ Adobe さんの話ですけども、この Photoshop、Sketch と Illustrator Draw というアプリケーションが7月19日からダウンロードできなくなるらしいですね。で、既存の顧客については、22年1月にサポートも終了するってことで、基本的にはフレスコに移行してくださいよということで、簡単に移行もできるようですけど、これ、iPad 向けのね、正式版のつなぎとして、存在した感じもありましたけども、私もイラストレータードローは結構使ったんですけど、フレスコへ移行してくださいよというね、ことのようですね。
はい、そして6月25日アメリカでビーツスタジオバズが発売されたってことで、まあこれもね予約注文も届いたし、Apple Store でも買えるようになっているほかですね、小売店でも売り出し中ってことで、まあ日本の場合にはこの夏登場のままとなっています。はい、そして AirPods につきましては、これ6月23日 MacRumors デジタイムソースですけども、まあ、少なくとも7社の Apple サプライヤーが今後の新製品の、まあ、関連製品の出荷を開始したってことでですね、でそこに AirPods 第3世代のものがね含まれるということで、でまあブルームバーグによれば、こちら第3世代の AirPods は、まあ、AirPods Pro に近いデザインで今年の後半にリリースされるとしています。 Pro については来年のようです。であとは iPhone についてもちょこちょこ出ています。こちら、マックルーマス、ソニー・ディクソンさんというマリーカーの方がソースでね、ツイッターなんですけど、なんかこれ4種類のダミーを公開したってことでですね、まあ、4つのサイズ全てがまだ進行中で、プロのカメラが MAX に近いとね、しているようですけども、まあ、これはマックルーマスが以前見た回路図と一致しているということで、まあ、大きくて厚いカメラバンプはラインナップ全体にセンサーシフトの手ブレ補正が含まれているという噂の結果かとしていますが、最終現物ね、どうなるんでしょうね。でその新型 iPhone、 今年は9月じゃないかなんてね言われてますけども、こちら、まあ、証券会社のウェドブッシュのアナリストによると、9月の第3週ではないかというね話です。これ95Mac の6月24日の記事です。でまあここでは13っていうね名前を使っていますけども、まあ4機種9月の第3週に発表されるとね、したらしいんですけど、まあ通常火曜日っていうことだと、9月の第3週は9月14日じゃないかとしていますね。はい、そしてお次はその先の iPhone の話ですね。6月23日、MacRumors、クオ氏のレポートソースとなっていますが、2022年に iPhone SE が史上最安値の 5G iPhone になるんじゃないかとしています。でこちら投資家向けのメモということで、22年の前半に iPhone SE のアップデート版、既存の SE とほぼ同じ形で 5G をサポート、プロセッサーのアップデート、価格が下がるというものが出るそうですね。そして以前言及した SE プラスとか、あとは 5G の6インチ、液晶フェイス ID の iPhone 11系には触れなかったということなんですけども、まあ、SE 系はまあサイクルが1年じゃないんでね、まあ、タイミング的にはまあ来年ありそうな感じはします。はい、でドイツレポートではこちら iPhone の画面下のタッチ ID については2022年とねしているようで、でまあ来年については iPhone は 6.1 インチ 6.7 インチ各2つのモデルで合計4つということで、でまあ、ローエンドについては、まあ900ドル未満の可能性もあるけども、タッチ ID などは省かれる可能性があるってことで、まあ、ハイエンドは、まあ、カメラの広角がまた進化するようですけど、これタッチ ID ね、画面にあるやつは、来年みたいな空気になってまいりましたね。はい、それでおそらく同じレポートがソースだと思いますが、こちら 95Mac の記事ですね。でこれ iPhone 13、まあ、今年の iPhone については強い出荷をクオ氏は予測してるってこと で2021年2022年ともに販売が伸びるとしているんですね。これ2億台超えて中盤までいってますが、ちなみに昨年は1億9500万台だったそうですね、まあ、これ12でね見合わせた方もね購入が進むんでしょうかね。はい、そしてアプローチの話もね出てきています。シリーズ7は小型の両面 S7 チップを搭載するのかということで、こちら MacRumors デジタイムソースとなっています。で次世代のアプローチについては台湾の ASE テクノロジーの、まあ、両面のシステムインパッケージを採用して、で、まあ、それによってモジュールが小型化して、まあ、より小さなチップとなる可能性があって、でバッテリーを増やしたり他のコンポーネントのスペースを提供するんじゃないかとしてるんでね、これバッテリー持つようになるとねより実用性が上がっていくと思います。はい、そして AirTag のファームウェアもアップデートがリリースされたそうで、6月23日 MacRumors の記事です。でこれなんか 1.0.276 のファームウェアの新バージョンってこと でなんかバージョン番号はね変わってないらしいんですけど、ビルド番号が変わったっていうことで、まあ、前回ねストーカー防止のセキュリティ強化が行われましたが、まあ、今回改良のみの可能性があるとしています。はい、でまあ、最後ですけど、監視など的中率の高いリーカーがアップルから警告されたらしいってねことで、6月24日 MacRumors ですね。でなんか監視が Weibo のアカウントに投稿したことによると、Apple が法律事務所を、ね、使って、まあ、多くのリーカーに、この警告状を送るように依頼したってことで、
で、まあ、警告内容としては競合他社に希少な情報を提供しているほか、まあ、開示された内容が正確ではない可能性があるためで、顧客を誤解させる可能性があるためにしたとしているんですけども、まあ、個人的にはリークは信じずに楽しむものと思っていますけども、ただまあ漏洩自体のね方法に犯罪性があるものを、まあ、例えばハッキングとかね、あとはお金払って内部の方から聞いたりとか、まあ、そういうのはやっぱね普通に問題だと思うんで、まあ、ただね、じゃあ大手のメディアがまあ取材をもとにといって報じているものはどうなのかっていうね、まあ、非常にまあその境界線が難しい部分もねありますよね。まあ、このチャンネルでも引用させていただいたりしますけども、まあ、やはりね誤解を生まないような表現に気をつけて引用していきたいと思っています。はい、ということで、まあ、iPad 16インチなんていう噂はちょっとどぎも抜かれましたけど、まあなんかね、あの描画を中心に使っているクリエイターの方なんかは、まあ、あったらいいなと思えるものなのかなと思いますけども、まあ、やはりね、まあ、記事でも言ってる通り、まあ、OS のまあ進化とともにまあ出てくればいいのかななんていうものではねありますけどね。あとはね、 iPhone はまあ着々と進んでるという感じですけど、ちょっとねタッチ ID 今年この画面の中にあるやつっていうのはちょっとね暗雲が立ち込めてはいますけども、まあ、そして MacBook に関してもまあちょっとね論調としてはどちらかというとまあ秋になりそうなね空気にはなってきておりますね。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。